さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。今日はダイヤモンドブリザードと、ボルバルザーゴをね採用する構築なんやけども、強気のボルバルザーゴをね4枚採用するっていうね。で今まで3枚しか持ってなかったんやけど、ちょっと先ほどに 2500DM ポイントを消費して1枚作って、まあ、4枚してみたんやけども、まあ、ボルバルザーゴを4枚採用するっていうのは明らかな手堅さがあるからね。まあ、相手がどんなデッキで来ようがやっぱボルバルザーゴで勝つというね、2文字を覆すことはできないと。小賢しいだ。まあ結構いろんなね構築があるから、おボルバルザーゴ2枚目か、いくぞ。まずは2枚目マルル召喚。ただドラゴンクリーチャー、まあこのカードをね破壊されるときに、クリーチャーをねまあ身代わりすることできるんやけども、ドラゴンカードが欲しいよね。まあどちらにせよボルバルザークで決めるという2文字は絶対的な、まあ、手段だと思うん で相手がこうブロッカー小賢しいだ。これはブライゼナーガを採用する構築なのかな。まあとりあえずボルバルザークが1枚あれば十分なんで、まずは2枚目世界の果てまでプーン。でここで攻撃するのはお門違いね。相手がブライゼナーガの構築っていうのが分かってるんやったら、ボルバルザークで決めていくっていう手段、いや臨機応変にね、対応策をこう講じていくことをね考えるというのがデュエルマスターズ、いわゆるデュエマにおいてやっぱすごい重要な小賢しいだ。そんな悠長な行動が私に通じるとでも思っているのかな。シャーマンキング召喚、レッツスタンバイプーン。でこれ相手を攻撃するシールドリが来るからね、だから攻撃するタイミングというものが非常に重要になってくると。とりあえず7マナまで貯めていくということを、もう許さねえからなお前、もう許さねえからなお前、来た、ベーンボルバルザーグベーン。まーずは1枚目、まあボルバルザーグはね、使えるカードなんで絶対捨てないと。ただこれでもう3枚目なんで、もしこのカードがハンデスとかされてしまうとなくなってしまうからね。ありがたいことすんなよな。いいね。まあ飛行男とか採用されてない感じが、とりあえず相手は6ターン目のブライズナーガーを起動するまでの、まあ、布石を考えてると思うよね。魔導スクルーム、まあできる限りの多分シールドトリガーというね要素を多分入れてると思うんやけども、妖力体ごときが私に勝てると勘違いするんじゃないよ。サエポン召喚、タッチだったにゃってぬかピーブー。まあこのメリッサがいることによってねマナ加速ができるんで焦る必要性はないんだ。無駄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 、そんな雑魚ムーブ耳がないわ。まあおそらく音ブライゼナーが出さないのか。真理の中に落ちるのが朝原将校の教え、なかなかの才能だな。だが私に勝てるという2文字は展開することはできない。お小賢しいだ。ついに処理してきたか。だがボルバルザークの布石までお前は耐えることができるかな。どっちだかだってなってみーばー。まずは1枚目めんどくさいね。でシールドトリガーをいっぱい並べてくるからね。まずはさあ下がって下がって、もう許さねえからなお前。これでボルバルザーが3枚目マナと墓地に行ってしまったので、まあ、あと1枚を引いていく必要性というものが出てきたわけだ。ただ7ターン目でしょ。そして最後の1枚を引く勇気がね私にはあるからね。まあサヤポヨだけでも押していけるわこんなもん。小賢しい優勝なことしてくんな。このハンマーゴーゴーブー、私流してブーン。お来た、氷の世界へようこそ。いやこの3コス5000という、まあ、パワーの高さで私はこれが来ることによって戦況変わってくるぞ。私は導いてあげる世界の果てを、ブー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 ン。世界の果て丸。まあボルバルザークで決めなくてもねこういうカードが私にあるから、まあ、ザコがいくら並ぼうがね関係ないからね。私のが圧倒的な火力、おシールドトリガーなしかということは、相手これシールドで申したのブライズナーガーね。でもここまで来るとブライザナーが出せないよね。まあ理由としてはシールドトリガーを発動しても、まあ、このねアンタップされてるカードがまあいる限りブライザナーガを出すことはできないわけだ。
だからもうこの時点で、まあ、相手はもうこの雑魚カードでまあ行くしかないと。ブライズナーがやっぱシールド5枚とかねある時に出さないとやっぱり進化を発揮しないカードであると、うおはは結局処理することしかできない、それしかできないんだお前は、運命を変えることはできないんだ地獄を見せてあげるからよ。まあどうしようかな、でも魔導スクラム使うぐらいやったらって感じはするよね。まあどっちでもいいかなって感じは、まあでもまあ一応メリッサいるからまあいいか、まずは1枚にまあとりあえず多色カードの邪魔なカード消えてもらって、さあもうどんどん殴っていくよ。まあおそらくシールドトリガー来るからそこだけはケアしていけないといけないね。シールドトリガー発動、小ざかしいだ、なかなかの才能だな、こいつ小ざかしいな。シールドトリガーの中でもやっぱ一番強いカードはデーモンハンドとか、まあ、ナチュラルトラップとかその辺にあるからね。さあよ、小ざかしいだ、だがなボルバルザークがあと20枚のうちどれかに入ってる可能性があると。おいお前小ざかしいことすんなよ、なるるるるるるポッポーベーン、まずは1枚ね。でここで攻撃しないと。さあ私は並べるだけであるからね、とりあえず相手はこれ2コスだろうが4コスだろうが、まあ何かしらの除去系のカードを処らないといけないと。そして私はもうボルバルザークを呼べば勝ちなんで、いくら雑魚カードをね呼ぼうが私に勝てるという未来は絶対的にないからね、まあ、こういうところが新環境のこの、ダイヤモンドブリザードとボルバルザークを採用する構築の面白い。真理の中にいるのが朝原翔馬の答えだ、小ざかしいだ、圧倒的なのシールドをまあ展開してから私を倒そうという魂胆か、なんかそんなね、そんな弱い攻撃がこの私くしに通じると思っているのかな。まあ、とりあえずボルバルザーグが来るまではちょっと温存的な感じでいこうか、まあ、7マナもあるんで、あとはボルバルザーグのね襲来を待つだけで私は勝ちへのロードを完成させるから、もう小ざかしいだ、なかなかの才能だな。おお怖いね、なかなかの才能だな、受けてみよう、なかなかやるじゃないか。なんかそうでなくっちゃ面白くない、いいね、ダイモンドブリザードいいね、ダイモンドブリザードを出してでも一気にマナ加速、ただマナにボルバルザーグが置かれるっていうのが一番怖いところではあるけども、まあ、ダイモンドブリザードの効果でねまたまあ新しい運命を見せてあげるよ。しかもこのデッキはスノーフェアリーが非常に良いから、次のターンに多分低くの可能性っていうものもまあ非常に高いわけだ。雑魚を並べても無駄だってわかんねえかよ、だったら見せてあげるよ、リップル召喚、ブーン、綺麗な穴を見たいんです、ブーン、さあ現れるんだ、氷の世界へようこそ、ブーン、妖精たちを集まって、やめろボルバルザーグやめろよ、危ないねこれ、ボルバルザーグが墓地に行くとお話は変わってくるからね。レッツプリズム、さあもうどんどん押していくよ、どんどん、ブーン、デーモンハンドの可能性あるからね、シールド1枚でもブレイクすることにそれを誉れと思うべきやからねまずは1枚目、お前だからもうもう許さねえからな、お前めんどくせえカードばっか出したから、でも1枚しか出せないぞ相手、これ雑魚を何体並べても意味がないんだよ、おい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 こんおいおい、ブライズナーガの構築にボルバルザーグを採用しているだろ、そんなバカなことがありえるとでも言う、おい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 、ちょっと待って、相手に先相手に先手を取らせることによるメリットといや、こんなマジなこいつ、ブライズナーガの構築にボルバルザーグが入ってるっていうのはかなり珍しいよね、これは一歩取られた感じがするね、だからボルバルザーグに始まりボルバルザーグで終わり、それこそが運命の縮図だったということか、